こんにちは、ウェブマスターの手帳の遠藤聡です。今回はですね、画像加工ソフト、個人的にですね、おすすめなもの5つをご紹介したいと思います。会社によってはですね、社内にそういった画像加工ができる、デザイナーさんがいるという会社さんもいらっしゃるとは思うんですが、中小零細企業、特に零細企業の場合は、ウェブ担当者で一生懸命ですね、一人で何とかしなきゃいけないってことがよくあると思います。私もですね、クライアントの会社の、ウェブ担当者としてですね、自分で何とかしなければいけない、あるいは自分で何とかしちゃいたい時が、ほとんどなんですね。なので私はフォトショップを使っていますけれども、それ以外のですね、画像加工ツールというものもありますので、いくつかご紹介したいと思います。ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネルでは、中小零細企業のウェブ担当者の方に向けて、日々のウェブ担当者業務に役立つ情報を動画で公開しています。まだ YouTube チャンネル、チャンネル登録していないという方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。さて、画像加工ソフトなんですけれども、まず一番はですね、Photoshop をお勧めしたいと思います。Adobe が提供している Photoshop という画像を加工するためのツール、ソフトですね。これが一番かなというふうに思います。ただ、有料になりますので、法人向けのライセンスというものもありますので、なるべく法人として購入された方がいいかなというふうに思います。フォトショップは当然一番です。ただ、フォトショップ有料だし、ちょっと手が今はすぐは出せないという方にはですね、GIMP と呼ばれるソフトがおすすめです。GIMP もフォトショップも、基本的にはですね、自分のパソコンにダウンロードをして使うインストール型のソフトになります。この GIMP はフォトショップと、あとイラストレーターの機能をですね、2つをいいとこ取りをした無料のソフトです。無料で扱うことができますので、フォトショップなかなかちょっと有料だから手が出せないという方はですね、このGIMP使ってみてもいいかと思います。初めてのGIMPとかですね、入門編とかでいろいろ書籍が出ています。Google で探していただくと、GIMPの扱い方を解説しているウェブサイトも見つかると思いますので、うまくそこら辺のですね、情報を使って活用していただければと思います。これら、フォトショップやGIMPのようにですね、パソコンにインストールをする、ダウンロードをして使うソフト以外にも、そういったインストール、ダウンロードをしないで使うことができる画像加工ツールというものもあります。すでにウェブマスターの手帳の YouTube チャンネルで動画を見てくださっている方はもうご存知だと思いますが、例えばフォトワーであったり、キャンバといったですね、この2つのサービスですね、どちらもですね、インターネットにつながっていなければいけませんけれども、ウェブブラウザー上で画像を加工することができます。ただ、フォトショップやギンプのようにですね、細かな調整、いろんなことが、細かいところもですね、自分の好きなように調節をしたり、加工したりってことまではいかないんですが、パソコンにソフトをダウンロードしなくてもよかったり、あるいは無料で使えてしまったりということで、手軽に画像加工をするというところでは、こういったフォトワーであったり、キャンバといったウェブサービスを使うのもいいかなというふうに思います。最後におすすめしたいのが、ウェブサービスの中に含まれている画像加工ツール、画像加工機能ですね。例えば、ジンドゥであったり、ウィックスであったり、あるいはベンチマークなどにもですね、その中に画像をある程度加工する機能というものが含まれています。あるいはワードプレスにも実は画像加工するツール、画像加工といってもあくまでもサイズ変更やトリミングレベルですけれども、ワードプレスにもそういった機能があります。実はこういったウェブサービスの中には、そのサービスの中の一つの機能として画像加工をすることができる機能が備わっているものもありますので、そういった機能をうまく使って画像加工をするというのも一つやり方として私はありなんじゃないかなというふうに思います。なので、ご自身の求めるもの、どういった画像加工がしたいのか、あるいは有料でもいいのか、無料じゃないとちょっと厳しいのか、自分たちにとって画像加工は何が必要なのかなというものを考えながらですね、フォトショップやギンプ、フォトワー、キャンバ、あるいはウェブサービスの中に備わっている画像加工機能、うまく使っていくといいんじゃないかなというふうに思います。画像加工もですね、アイデア次第でうまく工夫をすることでですね、いろんなツールで、実現することができると、自分がやりたいことができるということが往々にしてありますので、そこら辺はですね、うまく、自分たちのニーズに合わせてですね、選んでいただければと思います。というわけで、今回は画像加工ツール、画像加工サービスも含めですけれども、5つご紹介させていただきました。今回の動画もウェブ担当者をしているあなたのお役に立ったら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。